自由民主党はこの選挙を通じて果たして変わったのかという問いをずっと投げかけられ続けてきたわけであります。自由民主党は変わったということをお示しできる、そういう執行部にしたい、この人事の間考えてきたところでありますが、まあ、今までの自由民主党においてはですね、いわば派閥のバランスを取る上において党三役というものがある種の機能を発揮していたのでございますが、石破幹事長そのものがそうでありますが、野田議員も高市議員もいわば無派閥であります。女性の力を生かしていく自由民主党なんだということも、ご理解を、自民党が変わったということにおいてですね、ご理解をいただけるのではないかと、このように思います。内閣においては突破内閣でありますが、執行部においてもですね、危機的な状況を内閣とともに突破をしていく布陣ができたのではないかと、このように思います。まずは参議院選挙でしっかりと勝つこと、そして自民党の政権政治安定をすることによって、国民の皆様方が望んでいるさまざまな思い、または山積している問題を解決することによって、次世代へこの日本の安定をしっかりと約束していきたい、全力を挙げて頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。国家経営の主体として一本の責任あるメッセージを、すべての政策について国民の皆様にお示しをしていく、それまでには大きな議論もいたしますし、私たちも多くの仲間が日本全国で歯を食いしばって頑張って、たくさんの方々のお声を聞いてまた勝ち上がってまいりましたから、もうこの3年間でたくさんの方から伺ったお声をさらに政策をブラッシュアップしてですね、内閣に実現していただく、そのためには時には厳しい注文も新しい政権につけることになるかもしれませんけれども、しっかりと周知を集め議論を尽くして、責任のある政策をメッセージを皆様にお伝えできる、そして実行できる、そういった政権与党でありたい、そう考えております。すみません、ありがとうございます。もうちょっと開いてもらいます。ごめんなさい。お願いします。